震災からの復興で復興とあと町おこしということがを兼ね揃えたですねイベントになっております。石巻地方にはさまざまな歴史や文化もありますし海の幸も美味しいですしということで震災からですね頑張ってる方がいっぱいいらっしゃるのでとそちらの方をこのイベントでご紹介できたらという思いとあと一般の方々ですね普通の主婦の方でもすごい特技を持ってる方がいっぱいいらっしゃいます。で歴史の方も私たちの知らない歴史がいっぱいありますのでそれを知っていただいて石巻をの魅力をですね体験していただいて石巻を好きになっていただこうというその取り組みで始まりましたイベントです。方の参加していただいてるんですけどね子どももより一層石恋というものに関わっていただければなと思う思いとあとコバルトーレさんも震災から復興してこうやって多くの選手の方々と一緒に活動なさってるのでそういったこともありまして今回ご一緒させていただきました。ですねやはり低学年からチームのメンバーさんとかもいらっしゃいますので安心して子どもを任せて子ども初めてのサッカー初めての子も楽しませてくださるというそういった形はありがたいなと思いました。子どもたちもとっても楽しそうですし生き生きとしてたのでぜひ次回も達人としてコバルトーレの皆さんに参加していただければと思います。